今日は3月3日の桃の節句ですので、桃の花を描いてみましょう。まず描きやすいように枝のところから描いてみます。まず枝を描きましたら、この枝に花をつけていくといいですよ。枝が描けましたので、この枝 のところに桃の花を描いていきましょう。桃の花のデッサンができましたので、じゃあ着色に入ります。まずピンクの桃の花を描きましょう。桃の花の枝を描きます。最後に真ん中にあるめしべとおしべの部分を黄色で塗ってみます。これで桃の花の絵が仕上がりました。